はい。レノファ山口が、ガイナーレ鳥取と、トレーニングマッチを行いました。徳田さん、現地行かれたんでしょうか？はい、もちろん行ってきました。はい。どんな、レギュレーションで、結果も合わせて教えていただけますでしょう？はい、わかりました。ですね、レギュレーションは、30分かける4本ほうほうほう。なるほど。でしたね。で、1本目と2本目がほぼ同じ選手、3本目と4本目がほぼ同じ選手なとるいうほこど、となで、るまあ、ほど。前半、後半みたいな感じで、はい、行った。ゲームになりましたね。で、最終的には5得点で入って、5対2で勝利したという形になりましたね。5対2ということで、NHK さんも動画で出してますし、あと、レノファの公式の方も動画一部ハイライト出していると。いうことで、一応ゴールシーンは、我々も見ているんですが、まず、最初の2本っていうんですかね、30分に最初の2本。これは、今回もメンバーは NG って感じなんですかね。まあ、変わらずっていうことなるほで。ど。まあ、でももうほぼ、それこそ YouTube とかでもね、拝見、ね、されたと思いますので、選手のことを中心にまた、はい、お伝えできればと、はい、思いますけど。スコアはどこにいくつ入ったみたいなことは OK なんでしょうか？あ、大丈夫ですね。なるほまど。ず1本目は、1対0で、田中俊哉選手。はい。決めましたね。で、得点の形、まあ、皆さんもご覧になったかと思いますけれども、ボール奪ってからだったかなと思いますが、ちょうど中央にシルビオ・ジュニオール選手がで、そこにボールがうまく入ったんですよね、中央に。で、入って、そのこう、みんなが追い越すような形で、わーっと、みんなが走って、で、右サイドに走っていた田中俊哉選手にいいパスを出して、そこでまた切っていったっていう、本当にいいカウンターというか、はい、シーンだったかなと思いますね。かなこりれ、スピーディーな攻撃でしたね。そう、スピーディーな攻撃で、まさにこういうのがやりたかったんだっていうのを、志垣監督もおっしゃってました。こういう、こう、まさにその1点目、その田中俊哉選手のゴールシーンというのは、まあ、目指しているもの、本当にボールを追い越していくような動きをみんながするっていうことは、その目指しているものなんだっていう話もされていたので、非常に満足度の高い、得点だったようですね。なるほど。ジェイさん、このゴールシーン、まあ、ちょっと動画からですが、見て感じるところ、なんかありましたか？いや、そうですね。ちょっと今の状況は徳田さんから聞いたところで想像するしかないので、結構レオパのゴール、もうちょい手前から動画出してくれないかなっていうのは少し思うんですけど、結構フィニッシュ局面まで。それはわざと情報を通すとしてるわけでしょ？もう2、3秒前から出してくれたらだいぶ違うんだけどな、っていう。まあ、あれは多分意図的にあれぐらい切ってるんだと思うんそう、です多け分おど。そらくフォーメーションがバレたくないから、そうしてんだよね、きっと。で、あれちょっと、そうですね、時間帯とかはね、わかんない感じになってますけど、あのシーンで思ったら結構走り勝ってるなっていうカウンターとはいえ。確確かかにに。2、3人ぐらいね、なんか裏取れそうな感じぐらいになってましたよね。特に、1本目と3本目。1本目と3本目は、結構主導権を握れていたと思いました。おお、なるほど。いわゆる、つまり後半は少し相手も修正してきてっていうところで、まあ、相手の時間帯もあったっていうような印象はありますけど。なるほど。はい。非常に背番号5が目立っていましたが、これ、ハイライトを見ると、背番号5、これ誰ですかね？背番号5、ちょっと待ってくださいよ。なんか動画を見ると背番号5がやたら映ってる気がするんですけど。背番号はちょっと嘘の人いますよね。これ見たそこうとなんない。です。背番号嘘か。背番号ね、嘘の人がいるんで、なる嘘ほど、なるほというど。か、当てにならないのか、じゃあ。違う背番号作ってる選手があるから、ちょっと私背番号で見てなかったな。なるほど、なるほど。お、誰だったのかな。何よりかな、金髪。金髪でしたかね。金髪ですか？ちょっと確かめてみますよ。あ、4だ。ごめんなさい。これは4だ。4。4は？これは誰だ？あ、でもやっぱ5も活躍してんな。ちょっと待ってくださいね。背番号で。まあ、後ろの選手だな。結構追い越していってんですよね。サイドバックかな。4？
4、で、高いレノファの、あれ見てますか？ね。NHK の動画見てますね。NHK の方ですか？ごめんなさい。じゃあ、まあ、順を追っていきましょうか。すいません。ゴール、1本目1.1対0ということで、2本目が、何対何だったんでしょ 0対0ですね。う。20本目対0。は0対0なるほど。ですね。で、得点は生まれなかったといはい。う、が2本目はい。だかな、と思いうん。ます。です、と思いますとかです。まあ、何にせよ、無はい。失点というのは、まあ、いいことなのかなと思いますが、そのあたりは見てていかがでしたか？そうですね。無失点なのは、まあ、はい。うん、よかったとは思います。で、まあ、1本目、2本目に関しては、特にまあ、ピンチらしいピンチっていうものもそんなに多くはなかったような気がするんですけど、まあ、ちょっと2本目の方ですね。いわゆる後半。このメンバーの後半っていうところになると思うんですけど、ここ少し、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、間のちょっとプレスのかけ方が少し強固になった印象もあって、で、なんかそこから少し、まあ、ボールを奪われて、逆にカウンターを受けてしまうというような場面も少しあったかなっていう感じではあったんですけど、まあ、全体的にはかなり、そうですね、落ち着いて見ることができたかな、安心してじゃないですけど、見ることができたかなという印象はありましたね。まあ、この時期のゲームなんで、なかなか当てにならないところがあると思うんですけれども、鳥取はどんな感じでした？なんかまあ、この鳥取なら、まあ、このスコアで勝つのも当たり前みたいなところも含めての印象でいくと。ちょっと日頃私も鳥取さんをたくさん見てるわけじゃないというか、ほぼ見てないので、その普段の鳥取さんというか、去年までの鳥取さんがどんな感じかというのは全くわからないんですけど、そうですね。まあ、全体的に、レノファの方が、まあ、仕上がってるというとちょっとおかしいんですけど、戦術理解だとか、徐々にこうね、やっていっていく中で、統一感が、全体的に意識の統一みたいなものが、きてるのは、レノファなのかな、というふうに感じましたかね。なるほど。はい。試合後の監督のこの感触はどんな感じでしたか？ 厳しいことおっしゃってましたよ。おお、こ気にの、なりますね。そう、得点で、勝ったのは勝ちましたけど、でも、もちろん、いい場面も作れたけど、そうでない場面もあったと。で、こんなゲームをしていたら、リーグ戦では勝てません。それがわかりました。っておっしゃってましおお。随分はっきりとかなり手厳しいことをた。言われまして。初めて、多分、メディア向けにここまで厳しいことをお口にされたなと思ったので、しっかり覚えてますね。ロクさん、これはどういったメッセージを感じますか？まあ、僕はやっぱこれで気になったのは、2失点ってどういう失点の仕方だったのかなっていうのが、なるほど。実は一番こう知りたいので、多分、まあそこの部分に監督もフォーカスしていたのかなとなるほど。いう、あるんで、どうですとか、そこら辺、徳田さん。失点シーそうですね、そのン。失点の場面に関しても、一瞬の隙っていうところでしたかね。まあ、左サイドから一本もやられた場面があったのと、ちょっともう一本また私話しかけられてて、このあたりがちょっと、危ういんで、なんですけど、っていう、なんか本当にこう、もったいない失点みたいなところだった。あれですか？じゃあ、ビルドアップでボールを取られた失点なのか、あるいは、攻め上がっていて、裏を取られたのか、どちらなんでしょうか？ボールを奪われてからの失点そうですね。大きく言えばそうにはなるかなというような場面でしたかね。なるほどね。まあ、ただ、そうですね。それが直接的に、その関与したという感じでもなかったかなとは思うんですけど。これキーパーは誰だったんでしょう。名前言っていいんでしょうかね。この時のキーパーは、
だから3本目になるのかな。ああ、失点はね、そうですね、3本目。3本目と4本目に失点してるはず。うん、そうですね。なので、はい、新しく、アンああ。テナルファに入ってきた、はいはいはいははい。い、選手にはなりますね。なるほどね。まあじゃあそういった意味では、監督としては1本目、2本目の内容について、あんまりこう厳しい評価をされたっていうのが、まあ厳しかったっていうのは、そういう、まあレギュラークラスの人たちのパフォーマンスが、まあもう一つまだ上がりきってないのかなっていうような印象なんでしょうかね。パフォーマンスが上がってないというよりも、まあ、多分ですけど、その連携面というか、それぞれなるの、ほど。そのパフォーマンスというよりは、ちょっとした、その、まあ、寄せだったりとか、寄せ方、だったりとか、そういうところですかね。コンディションとかパフォーマンスというよりは、理解の方になるのかな、というような、いい印象でしたね。監督のバージリから。まあ、まだチームが成長、仕上がり途上っていうことなんでしょうね、多分ね。そうですね。ただ、結構、戦術的なところが垣間見えて、もう守備の部分にしても、攻撃の部分にしても、あ、こうしていきたいんだな。という、いわゆるなる監ほ督ど。の言葉を借りるなら、大枠っていうところですけど、その大枠の、その形が、ここまで見せていいんですかっていう、具合、だいたいちょっと見えてきたんですよ。そう。なので、面白いというか、見てて面白い方ですね。それはどこまで喋っていいんですか？ 攻撃と守備で形が変わるかな。といなるほうどようなね。感じも、このぐらいにしときます。そうか、大まあ、変系か。結構もう当たり前じゃないですか。当たり前では当たり前なんですけどね。よそうく見る。ですね。なんかでもちょっともう可変も周回遅れ感は若干否めないっていう感じもしますが。可変というか、可変というか、その選手の特徴によって、その配置、その選手をどこに配置するかによって、右と左違うかなっていうような感じ。なるほど。なんかその、必ず、その攻撃の時には3バックになりますとか、そういうことじゃなくて。つまり、アシンメトリーというのにあんまりこうこだわってないというか、なんか、あれですか、まあ、左右対称じゃなかったりみたいなことがあり得ることなのかな、どうやら。ところどころで、その、あり得るし、で、その選手によっては、もしかしたらそれをしないのかもしれないし、なるほど。ですね。だから本当にこう、なんだろう。特に攻撃の時は、今からその細かいディティールを、その、詰めていくっていう話はあるんですけど、ある程度すごくこう、なんだろう、自由というか、自由に振る舞って OK な、その選手もいて。で、それは、なんだろうな。監督から指示を、詳しくされているわけではなく、自分の持ち味を出したというふうにも選手は言っているので、もしかしたらそのあたりを、キャンプで詰めるのかもしれないけど、この前のガイナーレ鳥取戦にしても、前回の、その、トレマにしても、このあたりはある程度選手に自由を与えてるという感じはしましたね。なるほど。じゃあまだ適性を見ているっていう状態なんでしょうかそれね。はあるんじゃないでしょうか。この選手ここで使うんだとかいうのあるんですよ、実際。なるほどで、ね。ここで使うってことはどうするんだろう。あ、なるほど。こういう攻撃の形にしてるのね。で、いうような感じなので、適性を見てるのと配置、どこがいいのかっていうのを見てる感じはするかな。前選手がどこで使われてるかが非常に気になるところです。
なんかそこが戦術的キーになる気がしますが。そこを見ればいろいろ見えるってなりそうな感じしますけどね。ね 前選え、手だけど。前選手は何本目でプレーしたんですか？1本目ですね。1本目だけ。うん。基本的にもう、もうね、1本目というか、その、まあ、1本目としましょうか。1本、2本目。は3い。本目、うん。1本目って、うん。メンバーをほとんど変えないんですよね。へえ。この、はいなんはい。だろう。全部、これまでのトレーニングマッチは、メンバーごちゃ混ぜじゃなくて、なるほど。なので、本当に、まあ、レベルで決めてるわけじゃないですけど、例えばその A チーム、B チームみたいな感じで、そのメンバーが固定されてるんですよ、ほぼ。で、その中で、これは、フォワードの選手がちょっと変わったりするとかはありますけどね。ちょっと全序部。列が見え始めてる感じがなるあるんでほど。すかね。そうなんだろうなと思って見てはいるんですけど、でもじゃあ誰がすごいいいとか、例えば1本目の選手もすごくいいし、その3本目の選手もすごく良かったりするので、そこが測れないようになってるなっていうのは思いもしかしたらじゃあキャンプでその辺をミックスしていくっていう形かもしれないですね。ます。そんな気がしますね。でも大はい。体、この選手はいいなとかいうのは見えてきました。おお、なんかあの動画を、ハイライトを見ていると、まあ、シルビオ・ジュニオール選手がいいんじゃないかというふうに見えてしまうんですが、どうでしょうか、そのあたり。よく体が動いていて、この前ね、それこそ、田中俊哉選手へのアシストもありましたけれど、あの場面だけじゃなく、本当に攻撃の面ではすごく良かったですよ。これさ、シルビオさ、ブラジル帰ってないんでしょ、多分。どうなんだろう。なるほどね。帰ってないのかな。変なだのっはて見こつけのた。時期ブラジル人調子いいってありえないもん。だいたいキャンプから合流するでしょ、ブラジル人っそうですて。ね。だいたいそういう選手多いですよね。だから今、だからずっと国内でずっとコンディショニングを調整していたような気もしないでもないね。今、徳田さんの話を聞くとね。なるほどね。前回の広島大学戦も写真で見る限りは透明感なかったですよね。ただ、僕さん、その辺も最近ちょっと変わってきてるっていう話がありまし最近て、太いブラジル人あんまりいなくなってきたのか。オフシーズンでも、まあ、あんまり太らないようにするとか、まあ、あと、ブラジル人もやっぱ前の選手がこうちゃんと、何、フィットというか、90分で1点取りゃいいでしょっていう時代じゃなくなってきてて、もうフォワードの選手もすごく走れて守備ができるっていうようにしていかないと、ブラジルもやっぱり、まあ、あの人、厳禁な国じゃないですか。だから売れないから、なんか結構そういう教育が進んできてるみたいな話はちらほら聞きますね。ちょっと仙台のフォワード太く見えましたけど、あれ、まあ、厚着してたのかな。ちょっと太く見えて、まるで何もできてない感じはすごかったですけど。まあ、従来まあ、のとパまだターンってそれことともね。まだまだ。そう、10代のパターンだけど、ああいう選手が開幕したら全くわからないじゃないですか。もう、わかんないんだよ。全くわかんないで本当すよに。ね。8にも5にもっていう選手が、めちゃめちゃ点決めたりするのがあるんで、本当にわからないんですけど。まあ、でも、それは、シルビオ・ジュニオール選手はちょっと期待できますね。シーズンの開幕としてはね。もうかなんかなり。僕の中では、もう、先発シルビオだね。もう決まりました。話聞いて、皆さんの話聞いて。ポジションじはゃどあ、こかなのかなっていうのも気になりますよね。そうですね。まあでも正直、フォワードは誰が出てもいいかもしれないなるほど。本当に、選べない、今のところ。今のみんないいなっていうイメージ、印象ですよ。シルビオ・ジュニオール選手だけじゃなくて、それこそ山本俊輔選手もだし、梅木選手もだし、あともちろん川野選手も。梅木ゴールっていう感じのゴールを上げてましたね。そう。いや、梅木選手ね。その、3本目か。3本目にね、田辺選手からのめちゃくちゃいいラストパスがあった場面があったんですよ。めっちゃいい縦パスが入って、そこを、それをね、ちょっと、梅木選手あるあるの、
なんかちょっと感じどうしられてなかった場面があって、た。で、ああ、それってみんなでちょっとね、記者皆さんと言いながら、その見てて、あって見て、で、それで後半、その田辺選手からの、サイドからのクロスにダイビングヘッドしていったっていう、ストーリーがあるんで、ああ、なんかこう、取り返したなっていうような感じがね、あの場面はあったんですよね。なるほど。じゃあ、ちょっとなんていうんですか？攻撃陣の方が先に仕上がってきてるって感じはあるのかな？それは、ある気がする。ただ、そこは、なんだろうな、少しまだ、こう、自分たちの、なんだろう、決まり事が少ない中で、ちょっとやってるっていう部分はあるのかもしれないので、なるほど。ですね。ということで、じゃあ前半部分はこんなところにしておきましょうか。後半部分に関しては、徳田さん、ちょっと取材されて、もし選手コメントいくつかご紹介できるようでしたら、どの選手とかなんかありますか？ですね、今回は田辺選手とか、あとは、今井選手、糸原選手、板倉選手とか、ディフェンダーの選手あたりおお、なるほはど。しっかり話を聞けましたね。特に田辺選手おお。からはしっかりと話を聞けました。いや、田辺は気になりますね。ですよね。じゃあちょっと後半はそういった選手の話をしていきたいと思います。では前半ちょっと一旦ここで締めさせていただきます。後半は、ロクダスの有料会員のみの、配信となりますので、ぜひ皆様、入会ご検討ください。リーグ戦は全試合レビューを、ロクさん、ジェイさん、私の3人で行っております。で、月に1回ぐらい、小倉さんを呼んでライブ配信やっていたり、そこではまた有料会員のみの、コンテンツなどもありますので、ぜひ、入会ご検討ください。はい。では後半行きましょう。